はい、皆さんこんにちは、エンプラチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。まあいいねつけてくださったりとか登録してくださったりとか、本当に感謝感謝でございます。本当にね、何を望んでるわけでもないんですけども、サラリーマン人生長いと数字が上がると嬉しいよねっていうね、まあそんな気持ちでいっぱいです。皆さんには感謝していますということでね、今日はねいつもと趣向がちょっと違うんですけども、緊急で動画回してますって緊急でってわけでもないんですけどね、まあ昨年ですね、まあ登録者数1000人記念ということでね、まあ自分へのご褒美だみたいな感じで、このトラングー、まあトラングーね購入したって言ってもね、大した高いもんじゃないんです。大した高いもんじゃ高いかな、価値観がねこういったものっていうのはすごく難しいと思うんですけども、一昔前ですとね、このダイアポロンのこの合身セットってやつですか、合身ロボダイアポロンセットっていう商品名だったと思うんですけどね、48年前ですかね、1976年のアニメですから、まあ48年前の私、中学1年生か2年生かそれくらいの時、まあそのねプラモデルとかね作ってましたからね、もう超合金はねそんなに興味がなかったんですよ。子供の頃からあんまり興味がなかったね。まあそんな時にね、おもちゃ屋さんでこの、ダイアポロンの箱を見てね、このアポロンヘッダーの顔を見た時にですね、なんて不細工なロボットなんだろうと、いや誰が欲しがるんだよこんなのはっていうね、まあそれが第一印象で、箱を持ち上げた時に本当重かったわけ。まあこれね、3個揃ってますけど全部で、まあ、1.5 キロぐらいあるんですわ。 1.5 キロ、1.5 キログラム重いんだ。とにかくその箱がねむっちゃ重くてね、本当に衝撃を受けたわけですよ。もうそのね、重いというか思い出というかもね、漢字で言うと重たいの思いと思い出の思いがもう重なっちゃった、合心しちゃったみたいな感じのね、記憶があってですね、それが脳裏に焼き付いて離れなくて、どうしようかな。でも当時これね5800円ですからね、中学生のお小遣いにしたらちょっときついものがあったっていうか、まあ親にねだるのも恥ずかしいですよ本当にね、こんなロボットが欲しいんだとも言えず、まあその時はねエレキギターですとかそういったものもね、ロックスターの、LP レコードが欲しいとか、まあそういった年代ですからね、欲しいものは他にもいっぱいあったので、まあその中でもやっぱりこのいつまでもねこれが脳裏に焼き付いてるわけですわ。まあ社会人になってからでも一回は手に取ってみたいなと思っては見たものの、まあそれから何年ぐらい経ったのかな、まあ本当にね私が20代とか30代の頃っていうのはこの3つ揃ったらまあ10万確定コースみたいな骨董品っていうか、まあ貴重品、まあ本当に超プレネがついてるようなレア品扱いになってまして、やはり不安も多いんでしょうね。まあそんなところで、まあ一体ね本当にねこんなジャンク品でもね2、3万してたんですよ。2、3万ですからね、本当にね3つ揃ってるなんて言ったらもう、まあ、10万確定ですよね。まあ、これに付属品ね、今までの動画とかでね備品備品って言ってたんですけども、美しい方の備品なのか細かいパーツがついてる備品なのかがよく分かんないんでね、付属品ということにしますけども、付属品が全部揃ってたりなんかすると5万円はしてたんじゃないのかな1個。ですから5万円とか、10万以上はしてたと思いますよね、これね。それがね去年ぐらいから値崩れがガラガラガラっときまして、びっくりするぐらいお安くなってきたわけなんですよ。まあこんなのもね、ヘッダーなんて言ったらね、まあ本当に1万円以上出さないと買えなかったようなものが、まあ付属品一切なし、箱なし、しかもねこれね結構綺麗にしたんですよ。もうサビサビのね、なんかもうこの、ダイキャストの合金ところにね緑色みたいなサビがやっぱビリビリっと全身にバリバリついてたわけなんかね。まあそれはね綺麗に削ぎ落として、この辺なんかもねもうなんかイボイボみたいになってね鉄というかなんかもうサビの塊みたいななんかもうすごい状態だったんですけども、まあでも安いからなっていうんで買って、もう磨いて磨いて綺麗にしてみたいなね、
全部そんな感じですわ。結構汚れが厳しかったんですけど、その分ねお安かったということでね、まあ値段的に言うのもねいやらしい話ですけどね、これ6000円ですわ。6000円これがねヘッダーやっぱり高いですよ。8000円、そしてこれがねレッガー4000円、これ腕がなかったんですよ。腕なしだったんですけどもね、まあこの年になりますとね、こんな手首のパーツなんかね何だって利用できそうなものがあると思うので、その辺はねそこら辺に転がってる腕を赤く塗ってくっつけただけですわ。まあ違和感なく、まあさすがこれだけねロケットパンチみたいにね腕がスプリングで飛ぶような構造になってるもんですから、それでなくしちゃうんでしょうね。他のはねごっつしね、がっつし固定されてるので、そんなことにはならないんですけども、いやーでも感無量ですわ。本当にね 1.5 キロですからね、3つ揃えるとこんだけ重たい合金トイッチなね、本当にない。本当にね重さだけでいっぱいいっぱい。でもちゃん置くところを気をつけないと床にね、床っていうかこの、ここに傷がついちゃうんですわ。ここのところにね、傷がつかないようにね静かに静かに動かさないといけないのはちょっと大変ですね。なんかね、一体じっくり見てみますか。アポロンヘッダー、いやブッサイクだなとは思ったんですけどね、この重さがたまらない、たまらない、たまんないね。顔もいい顔してるでしょう。なんかね今となっては味のあるいい造形だと思いますよ。そしてこのね塗装の剥がれ面とかがね結構気になったりすると思うんですけども、これもね、40年間以上ね戦い続けた、これはもう自分で出そうと思っても出せないウェザリングっていうかね、自然とついたようなねこういった傷みたいなところもね、味といえば味ですわ。なんかこれがね、いや実際ね綺麗に色塗り直そうかななんて思ったこともあるんですけども、いやいやいやこれはねこの塗装の剥がれとかっていうのはなかなか出せないなっていう、多分ねこのヘッダーはね、ちょっとね海が近いところにいるご家庭かなんかで保管されてたもんかなと思うんですよね。この辺の鉄の部分がね白く粉吹いたようになってね、潮風にさらされたっていうような感じの錆び方をしてたわけで、もう本当にザラザラになってたやつをねペーパーでかなりこすり落としたんですけども、これぐらいが限界かなっていうね、しかも本当に緑色の錆がなんかとんでもなくついてたのをね結構きれいに落としたら塗装面も結構剥げちゃったんですけど、まあなんかね汚らしい錆ががっつしついてるよりはこっちの方がマシかっていうね、まあ錆を落とした後にワックスでコーティングしてありますのでね、これ以上劣化はしないかなとは思うんですけどね、まあなかなかね剥げ具合、塗装の剥げ具合もやっぱりこの味としていいですよね。付属品がないのがねちょっと残念っちゃ残念なんですけども、いい顔してるしいいですわ、本当にいい。そしてトラングね、トラングもねこれも結構綺麗ですよ。これはね結構ね、潮風にはさらされてないって感じで、この辺の金属面とかが非常に綺麗でしたね。そしてこの辺が折れてるのも結構あるんですけども、これはねちゃんと折れてないです、折れてない。塗装もねそんなね目いっぱい剥げてるってわけじゃないしね。そしてこの合金製のね胸カバーを外す関係上どうしても顔が擦れちゃうのでね、ここがね擦れてないのはねまずないと思います。どのねトラングルもね顔はね剥げちゃう。ここのところをねガポンと剥がすときに外すときにどうしても顔を擦っちゃうんでね、顔はね擦れちゃう。この目の上の青い部分とかもねちょっとリペイントしてあげようかなと思ったんですけども、これはやっぱりこの味は残さなきゃいけないよねって感じだったもんですからね。背中のこのロケットノズルなんかもいい感じ、いい感じ。まあちょっとね、あのヤフーオークションとかでね出品してる方にちょっと言いますけども、言いますけどもっていうかね、たまにねこいつにレッガーの足がついていたりとか、なんか違うパーツがついてるのがあるんですよ。トラングルだとね、このヘッダーの腕がついてるとかっていう、まあよく物を知らない人がね、出したんだろうな。一回合身させちゃうとバラバラになっちゃうもんですからね、その状態で出品しちゃうと
なんかね、とんでもなくちぐはぐなものになってしまうので、ヘッダーはこれが正解です。ね、腕の横にはね、カッターがついてるよとかね、足はね、この本当にボディと同じようにね、赤いラインの入った足、これが正解。エナジーバーはね、だいたいなくなっちゃってるのが多いね。エナジーバーっていうのかな、この棒みたいなやつね。本当はね、赤と黄色と赤のバーが刺さってるはずなんだけど、なぜかこれは3本とも赤いのしかない。他のやつにもね、付属品がないので、これはね、この3つの棒が揃ってるだけでもかなり優秀な類だと思いますよね。このトラングは、おっと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 、取れちゃった。まあ、これが取れちゃってね、こんな状態で売ってるものもありますよ。こんな状態ね、こんな状態でもうヘッダーのこの腕がついてるとかね、ありますけども、もうこれが正解。正解はちゃんとこれつけてあげよう。これつけるときにやっぱりね、ここ顔こすっちゃうので、この青い部分じゃなくなっちゃいますね。なんかね、消えちゃう、すぐ外れちゃうんだこれ。爪がね、こんなような爪がついててパチッとはまるようにはなってるんですけど、物が重たいんでね、ね、トラングはこれが正解の形ですよ。腕はね、ちゃんとこのね、腕がついてる、これが正解です、これが違う腕がついてると、あーってなっちゃうしね。この胸のアーマーがなくてもね、やっぱりあーってなっちゃうし、ひどいなると、まあ、このアーマーがね、後ろ向き逆につけられてたりなんかもう売るんだったらちゃんと研究してから売ってくれよみたいな感じがね、まあそういうのがね、安いんだけどさ、パーツが揃わないじゃんみたいなね、他の買った時にダブっちゃうじゃんとかね、なんか2個1とか3個1とかしないと物にならないのはちょっとなっていうところがね、ありますわ。いやでもね、これもなかなか綺麗ですよ。塗装面とかがね、このいい感じのね、剥げ具合っていうのがあるんですわ。この傷の入り具合とかっていうのが、もうこの傷とかの塗装の剥がれがね、非常にかっこいいわけかっこいいっていうのは変ですけども、本当は綺麗な形でね、がいいんでしょうけども、どっちみちね、触ってたらどっかこっか剥がれちゃうようなもんなので、これはね、剥がれてくれるんだったらね、綺麗にね、かっこよく剥がれてくれた方がいいなっていうところで、これは金属部分の劣化とかも少なく、これはなかなかいい感じのもんだと思います、ね、こっちはかなりね、もう手こずりましたからね、ペーパーでこすってもこすっても、この黒ずんじゃったところはもう再塗装しないとどうしようもないだろうなっていうところですね。これ以上劣化しないように、本当にワックスすり込んで、まあ、酸化しないように頑張ってるって感じです、まあ、年に1回はねメンテナンスしないとまたサビが出ちゃうかなって感じがしますけども。そして今回購入したのが最後になりました、レッガー。まあ誰がこんな顔のデザインをしたんでしょうね。なんかね、すごい。かもこのブルーの塗装がね、なんかこの安っぽさっていうかね、多分ね、裏の方からね、鉄が錆びちゃって浮いてきちゃってるのかなって感じがしますね。なんかちょっとデコボコしちゃってきてます、これはね、みんなこんな感じなのでね、そんなもんしかないんだろうなとは思いますけども。そして腕はですね、これはね、自分で勝手につけたものです。これはヤマト社のバルキリーの腕ですね、これね。ヤマトのバルキリーの腕、足なんかもね、綺麗ですよ。これ塗装面がちゃんと残ってるしね、これね、寒いところ、まあ、特に北海道とかね、マイナス、30度とかになっちゃうようなね、地域のところで保管していた超合金といってね、まあ、この辺にひびが入ってきたりするんですが、もう本当に合金といが割れちゃうの。私も北海道に住んでてね、何回か経験したことあるんですけども、あまりの寒さにね、もうやっぱり夏湿気があって重たくて暑くて、暑いところに今度は冬はね、マイナス30度とかのを経験してしまった合金というのはね、ボロボロになってね、ひびが入ってきたり崩れたりなんかするんですわ。でもこれはそういったことが一切ないので、これは結構ね、あったかい地方の方で保管されてた玩具かなみたいなね、レッカーのね、北海道ものはね、っていうかね、
本当に倉庫かなんかの30度、マイナス30度とか経験しちゃったら、この辺がもうひびだらけになっちゃったりとか、もうボコボコになっちゃうわけ、なんかもう割れちゃうんだわ、鉄がね。あまりの寒さに鉄が割れちゃうっていうのもなんですけども、まあ、寒さにあんまり強くない合金なんでしょう。これはね、擦り傷もそんなになく、いい感じですよ、これも。やっぱり鉄の部分はね、こう綺麗な感じでね、剥がれができているっちゅう、どっちみちにどっかこっか擦れちゃいますからね。これはもういい味で擦れてますわ、擦れてる。そしてここのところ胸のパーツがね、ちゃんと閉まんないのは、これお約束なんでしょうね、これね。このジョイントの構造から見てね、どう見ても胸に綺麗にはまんない、はまんない、はまんないのが正解ね。レッカーの姿はこれがね、正しい姿ですからね。よくね、これにヘッダーの足がついてるものが出品されたりなんかします。間違いですあれはね。ちょっとね、そういうのがあると切ないので、ちょっとね、直してから直して出品し直した方がいいんじゃねみたいな人がたまにいらっしゃいますね。余計なお世話ですけどね。ではですね、ちょっとね、アニメ版と比べてみてどうかなっていうところで、これはね、やっぱりね、テレビアニメ版とは随分ね、スタイルがね、変更されちゃってます。やっぱり合金トイっていうのとは、やっぱり48年も前の玩具ですからね。ブルマークさんとはいえ、まあ、合金のことを考えると、まあ、これが最良の落としどころだったのかなっていうところと、身長がね、大体同じサイズに合わせてあるんですわ。頭の大きさとかね、このバランスの取り方っていうのは最高なんですけども、合身した時にね、これだとうんって感じになってしまう、ので、まあ、アクショントイズさんのね、アポロンヘッダー、ちっちゃいちっちゃい、これで5000円ですからね。5000円、痛いなと思ったんだけど、やっぱりどうしてもね、このヘッダーが手に入んないから、もうこれ買っちゃったんですわ。もうね、本当に心の隙間を埋めるための商品なんですけども、まあ随分違うでしょう。なんかね、プロポーション的にも違うし、顔の大きさもバランスも違うし、でも形的にはね、これが正解。こっちの方がアニメの方に近い設定になってます。色合いとかもね、手がなんか赤いのはね、何なんでしょうね。なんかね、ブルマークさん手赤くするっていうのがなんか流行りだったのか、手の色が違います。じゃあ次ね、トラングトラングもアニメの設定に近いな、こちらの方ね。ねねって書いても誰がわかるんだよって感じなんですけども、でもやっぱり古いのは古いので、やっぱり味がありますよね。トラングかっこいいわ。背中のノズルもでかいでかい。これはね、ほとんど動かないね。動かないからいいですよ。やっぱりこの合身させた時のバランスを考えると、身長差がこれぐらい出てきてしまうのと、まあ最後のレッガーね、レッガーもね、こんな感じかっこええみたいな。レッガースタイルいいなっていうのがね、本当にもう、まあこんなような感じにバランスになっちゃうわけですわ、合身させちゃうとね。それではね、合身させてみましょうかというところでね、合身シーンをね、撮りたいとこなんですけども、それはね、やはり購入した人だけのお楽しみっていう感じっていうかね、ちょっとそういうところをね、撮りながらやると、ちょっとしくじったりなんかしたり、傷つけちゃったりとかあまり器用な方じゃないのでね、合身シーンはでも大体相当つくと思いますので、まずはバラしてみましょうか。バラしちゃいました。まあ、劇中ではね、不要パーツ収納みたいな感じでね、もうアポロンは手も足も引っ込んでしまって、下半身も引っ込んじゃいますね。こんなような状態になってしまう、ね、もうトラングに至っては、まあ、これに腕がついただけの状態になって、首もこの辺はもう全部不要パーツですわ、ね、レッガーに至ってはもう、これはちょっとね、アニメの設定とは全然違うんですね。足しか使わないんですが、これが不要パーツになってしまってね。で、本来はですね、まあ、こんなレッガーはね、これぐらい下半身は丸々残ってるみたいな感じになるんですけども、まあね、もうトラングは上半身丸々みたいな、
もうヘッダーに至っては本当に頭だけ頭だけここにスポッとかぶせるっていう機能がねないもんですからね、うん、じゃあねちょっと合身させちゃいますね。ね、合身ってやつですね。いやこんなものを48年間も私は待っていたのか。なんかもうなんか入手した人がなんか速攻で手放すっていう人が多いのもなんかわかりますね。なんかね、そしてぐる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 商品が回って回ってどんどんお安くなっていくっていうね、うーって感じの感じですわ。なんか合身すると重さどれくらいになるのかな、ちょっと測ってみましょうか。じゃあ乗っけてみましょうね。合身すると645g、まあ全部合わせるとね 1.5kg あったんですけども、まあ合身させると随分軽くなっちまうわなってなんかこう3体分の重さってわけでもないですもんね。不要部品が多すぎてしまってこんなもんなんでしょうっていうところで、ね、これがダイアポロンなのかっていう人もねいらっしゃるかもしれないので、アクショントイズさんの方ね横に並べてみましょう。ポン。まあやっぱりね、うん、やっぱり各部のやっぱりパーツパーツがね、バランスが、うん、こっちのダイアポロン形態に振ってるだけあってやっぱり全然違いますね、プロポーションがね3つの大きさ揃えちゃうとやっぱりこういう感じになっちゃうんだろうなっていうところで、まあどっちを取るかですよね。合身前を取るのか合身後を取るのかっていうところで、まあブルマークさんは、まあ、こっちの方はちょっとまあ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 って感じにして、うん、やっぱり足がねやっぱりちっちゃく、レッガーがちっちゃくなっちゃうとこんなねすごいマッチョな感じになってしまって、これはこれでなんかすごくいい味があるんですけども、同じロボットには思えないってことが何とも言えないですね。なんかね、裏面から見るとこんな感じ。結構ね最近のトイなのにネジ穴が結構目立ったりなんかしますね。なんかね、うん、でもなんか綺麗ですよ。これはもうプラスチックがねすごい多く使われてます。合金トイとは言ってもやっぱりプラスチック多いですけども、うん、それなりに綺麗です。綺麗、テカテカしててやっぱり綺麗ね、うん、綺麗地が遊んでないからねほとんどね、うん、やっぱり綺麗、塗装面も綺麗だし、やっぱりもうこれはこれで満足できるダイアポロンっていうかね、やっぱこれがどうしても手に入んないからもう代用品として購入したもんなんですけど、これはこれでね、満足できる一品ですよ。と言ってね、とは言ってもあのアニメには全く興味がなかったもんだから、もう本当に作品の内容も何もかも知らないっていうね、ほとんど知らない。2、3回見たことはあるんだけど、なんだかなって、なんせあの宇宙戦艦ヤマトとかの後にやってたようなアニメだと思うんですよこれね、うん、ああいうもの見ちゃった後だとまあね子供お子様向けのアニメなんだろうなというところで、そんなにね気合い入れて見てない。まあ同時期に、コンバトラー V とかもやってたのかな、あれもあんまり興味なかったなって、興味なかったなっていうか、ね、たまにポロポロっとは見ていましたけどね。コンバトラー V は結構リアルだったななんて思って見てはいましたけども、うん、まああの頃好きだったのはね、グロイザー X は、ね、なぜか知んないけど変な魅力があって好きだったんですよね。まあロボットものといってもあれはほとんど飛行機だったからな、うん、まあそんなようなところでね、感無量ですわこれはね。重たい、でも重たいねやっぱりね、うん、ちょっと後ろにそっくり返って、ああ危ない危ない危ない、うん、危ない危ない危ない、もうこんなものが倒れた時にはもうちょっとね大変大変だわ。ちょっと後ろ向けようと思ったらなんかグラッといっちゃうね、うん、危ない危ない本当に全部鉄だからさ、もうおもちゃが壊れるとか塗装がいいよりもこの家にギルがついちゃったりなんかするのが嫌なんで家にギルがつくというか、ここにね傷がついちゃうんだ、これを置いとくだけで嫌だわ、それなんか布かなんか置いとけばよかった。まあそんなような感じでちょっとということでね、中学生時代になんかねこの箱を持ってしまったがゆえに、わあ触ってみたい触ってみたい触ってみたいという思い出がね48年後に
ようやく夢が叶いまして、あの頃の思い、ね、思いの思いは重たい方の思いですよ。思いが叶いましたわっていうところでね、うん、重たいけど邪魔くせえなこれな本当に、うん、やっぱり手放す人の気持ちもわからんではないですね、うん、ちょっとねやっぱり あの頃欲しかったんだよな、手に取ってみたかったんだよなと思って、実際手に取ってみるとうーんってなんかなんとか彦さんみたいになっちゃうね、うーんとかってなってしまいますね、なんかねでもすごい嬉しい気持ちでいっぱいですわ、これはね。こうやって2つ並べておくとなんかいい感じですね。やっぱりこっちの、ね、ダイアポの何にも興味がないのに、こっちのやっぱり完全体っていいなと思いますよ。なんかかっこいいわ、こっちの方がね。うん、これはこれでなんか超味があるしね、なんとも言えない味があるけど、どうやって飾るのがいいのかなと思ってね。でもこうやってダイアポロンの携帯のまま飾っとくとさ、ね、こういうね、残骸が残っちゃうっていう、もう何この不要パーツの山は何なのっていうさ、うん、本当は全部これがね、飾らの中に収納される部品ですからね、これがね。もうアニメもなんかもうやりたい放題ですね、なんかね。というところで今日はね、ダイアポロンの紹介でした。緊急で動画回しました。ね、思いが叶って感無量でございます。ありがとうございます。失礼します。